どうも、ニワトリです。今回は強化されたシュークリーマジックキー、こちらを使ってみようかと思います。はい、ということで何が強化されたかっていう話なんですが、エクレアアップデートと同時にこちら、スキルの分そのままなんですけども、大きく言えば、魔法の大成功というものが実装されましたと。普通のね、この普通のところの数字もちょっと上がったんですが、もう大きいのはもうこの魔法の大成功かなと。で、その魔法の大成功は何かって言ったら、これも文の通りなんですけども、スキルは快進撃の代わりに魔法の大成功が発動し、快進撃率と同じ確率で大成功できると。多分快進撃は発動しないのかな？快進撃の代わりに魔法の大成功が発動するっていうことなので、で、快進撃率と同じ確率で大成功ということは、例えばで言えば僕のシュークリームは 38% なので、38% の確率で魔法の大成功が発動するという。で、発動するとスキルのダメージ量と回復量が増加しますよということでございます。今回はこちらをね、使って、実際どれぐらい強いのかっていう、このシュークリーマージクッキーはもともとが入手方法がギルドガチャのみで、なかなかね、初心者の方であれば持ってない方も多いかなと思います。それでね、なかなか入手しにくいギルドガチャでシュークリームをゲットしました。すごい可愛いし、使ってみたいけど、果たして強いのかどうか。キャンディーをね、もう不足不足なキャンディーをこのシュークリームにあげちゃってもいいものかっていうところをね、実際に僕がね、今アリーナの300位とか200位ぐらいいますので、そこに入れて使ってみて、どんな感じで戦うのか、果たして通用するものなのかとか、そういったものをね、見ながらというか見ていこうかなと思いますので、シュークリームのね、育成をどうしようかなとかで悩んでる方の参考になれば、もしくは今後使っていきたいなっていう方の参考になればいいかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、というわけで早速ね、アリーナでね、シュークリームマジック機をね、使っていこうかなと思いますが、まずトッピングからいくと、使うのはこの構成ですね。いろんなシュークリーム入ってる構成あると思うのですが、唯一僕がいろいろとやって防衛で負けてるのが多いかなっていうのがこの構成。ココア、エクレア、海、フロスト、シュークリーム。この構成がね、多分一番負ける。これの負ける理由がシュークリームなのかどうかって言ったら、もしかしたら違うかもしれないんですけども、その構成を真似してやってみようかなと。トッピングはこんな感じですね。シュークリームのトッピングで正直何がいいか全くわかんないです。韓国の強い方の動画見たら、もう僕とは全然違う感じ。で、ツイッターとか見たらアップルゼリー5個つけてる人とか、結構ね、人様々な感じで何が正解かわからない。しかもサンプルが少ないからね、どれがいいのかっていうのもちょっと自分でもよくわかっていない状態なので、実際にね、一旦これで使ってみようかなと。一応攻撃力も上げて、魔法の大成功を発動させるためにはやっぱ快進撃も必要だなというところで、快進撃は素で言うと38だったかな、 38% で、鎌、宝物の鎌を入れて大体 30% くらいアップか。で、38+30で68は約 70% の成功率というところでシュークリームを使っていこうかなと思います。はい、じゃあ早速ね、誰に行こうかなというところなんですが、こんな感じで、ね、僕と全く同じ構成で僕に挑んでますが、勝ててませんよね。シュークリームね、ほんと強いのかどうかというところで、そこはね、実際に見ていただきましょうか。で、僕が今、ランクが276位。マスターのちょっと前かなというところでございます。この辺りに出てくる方と戦ってみようかなと。で、まずこれ、トロフィー1531。構成としては、普通のね、普通の構成。ここでちょっとやってみましょうか。シュークリームマジクッキーは、どっちにしても魔法の大成功は絶対ではなくて確率。なので、快進撃を 100% にしていない限りは、今の大成功してないね。大成功すると、なんかゼリーみたいなやつが結構でかいんですよ。今すごいちっちゃかったので、多分大成功してないと思います。そうで、ある意味その、爆地構成みたいな感じ。結局これが発動したらうまくいくけど、発動しなかったらちょっとうまくいかないかなみたいな、そんな感じの構成になるので、100% 魔法の大成功を頼りにするのであれば、快進撃、マーラー入れるとかスパークリング入れるとかっていう、やる必要があるのかなと思うんですけど、実際僕もマーラー入れたりスパークリング入れたりとかでやってみたんですけど、正直ね、そっちの方が弱いんですよ。多分このココアとかエクレアとか海とかフロスとかが強すぎるせいで、それを抜いてまで会心を上げてってやると、結局あんま勝てないことが、っていうかこの構成でも勝てるかどうかって微妙なんですけども、あんまマーラーとかね、スパークリング入れてもね、そんな勝てるっていう感じはなかったので、僕はこんな感じでやらさせていただいております。じゃあここ行きましょうか。順番としては、エクレアにクールタイムをつければ、前から順番に使っていくんですけど、そうじゃない場合は、一応ココア、フロスト、シュークリーム、エクレア、海みたいな順番ですね。これがいいのか悪いのかっていうところはちょっとよくわかんないんですけども、とりあえずこんな感じで使っております。で、全然勝てませんね。セイロンナイトを前に入れて、後ろにシュークリームを入れてる構成結構強いんですけども、
あれってでもシュークリームが強いのか、それともセイロンナイトか、どっちかといえばセイロンタイトルやられる感じなので、あれはちょっとシュークリーム構成とは違うような気はするんですが、じゃあトッピングちょっと変えますか。エクレアのダメージ増大を入れてからみんなの攻撃をした方がいいような気もして、僕もチョコチップのね、セットを作ってみたんですけども、でもそうすると今度エクレアジクッキーが、死にやすくなったりとかって、でちょっとね難しいところそこが。さあせめてねシュークリームどっかで1回ぐらい勝ちたいんですが、でも勝てなかったら勝てなかった。これが大成功。今すっごい大きいゼリーがぐるぐるって回りましたね。でもどうなんだろうね、情報修正入って若干は使いやすくなったかな。当然ね強くなったから若干使いやすくなったのは当たり前なんですけども、ここは勝ちましたね。そこまででもね、めちゃくちゃ需要があるかって言ったら正直どうかなっていう。先ほども言いましたが、やっぱりその確率で魔法の大成功が成功しなければじゃあどうなるのっていうところがあるので、であれば最初からエクレアとかホーリーベリーとかイチゴクレープとかピュアバニラとか海とかフロストとかね、そのあたりの別に確率関係なくて無難な安定な強い構成を作った方がいいんじゃないかって正直思うところもあるんですよね。まあ、ある意味ロマンっちゃロマン。一応確かね、火力パーセントの火力的には魔法の大成功を発動したら他のその海とかフロストとかよりもかなり攻撃力は高かったはず、高かったはずだけど、でも快進撃の代わりに魔法の大成功ってことは結局海とかフロストで快進撃が出ちゃったらそっちの方が強いのかなってちょっとなっちゃうので、かなり難しいところ判断が。というわけで今のところほとんど負けております。これヨーコワンパン構成のところかな。うん、ちょっと行ってみましょうか。うん、ワンパン構成どうなる。うん、こちらがワンパンされて終わりましたね。シュークリーマジクッキーこのままだとマジでただ弱いってことになっちゃう。トッピング、いやでもね、弱いわけではない。いや、今ここ現在のランカーの100位ランカーの人たちなんですけども、まあ、このように見ていただけると、まあ、ホーリーベリー、エクレアフロストなどなどと、ほとんどがね、ホーリーベリー、ココア、エクレアフロスト、まあ、コットンとかピュアバニラとかっていう構成が多いんじゃないかなと。なので、ほとんどね、ほとんどここでシュークリーム味クッキーを入れてる方がいないということは、まあそういうことなんだろうなっていうのはね、なんとなくわかるとは思うんですが、だけどね、決してね、まあ弱い。強い弱いってとこですよね。まあ実際ちょっとね、キングダムアリーナですと今の僕のちょっと色あたりだとさすがにね、ほとんどちょっとシュークリーム勝てない、どんな感じのそもそも戦いをするのかが分かりにくいっていうことなので、一旦ねギルドメンバーの方と親善戦を行ってどんな感じで勝利を導いてくれるのかっていう戦い方をね、はい、ではこちらの構成と戦っていきたいなと思いますね。前ホーリーベリー、後ろコットン、まあ、宝物はこんな感じでねそこそこ揃っていますよというところでございます。じゃあ行きましょうか。最初にね一気に倒すのがこのシュークリームのやっぱ特徴なのかな。大成功で一気に大ダメージを与えて一気に倒すみたいなのが理想かな。やっぱ海フロストシュークリーム、結構ねやっぱり敵のステータスとかダメージ減少が低ければ結構最初にねいっぱいダメージを与えて有利に進めることができるような気はする。だけど全く同じ宝物のレベルトッピングとかで今の同じ相手が今の同じ構成でトッピングとかの数字とか高ければ結局誰どのクッキーも倒すことができずに反撃されてしまうんじゃないかなっていう。ここも行きましょうか。結構ねいい感じの宝物も全部マックスでクッキーたちも結構育っていますよと、昇級もされていますよと。じゃあここ行きましょうか。まあ、構成としてはまあまあまあちょっとパンプキンパージクッキー入ってるのでちょっとと今は少なめになってきた構成かな。じゃあ行きましょうか。どんな感じか。魔法の大成功はとりあえず発動してほしい。魔法の大成功しました。結構相手の HP のパーセント的には削るけど、あ、これ良くないパターンですね。敵クッキーが全部生き残ってて、もう一回でも、おー、結局ねエクレアが強いからね。これいい感じの勝利だったんじゃないでしょうか。こんな感じの戦い方もあって、だからシュークリームがもうほんとただただ弱いっていうわけではないんですよ。状況次第ではそこそこね頑張れるとは思うんですがっていうとこでございます。ここもねよくある構成ですよね。前2体で後ろコットンでみたいな。じゃあここもちょっとやってみたいなと思います。
弱い、勝てるところもあるから弱いわけではないですよ。まあ、結局はトッピング次第とかっていうところがやっぱすごい大事になってくるのかなと。大成功大成功大成功して、だ HP も結構回復するからね、大成功 でこの構成も回復系の回復っていうかいないけども、お、いい感じじゃない、おー、いい感じじゃないこれ結構。うん、でこの刺身さんも結構強いギルド討伐戦でもすごいダメージいっぱい出してくれる方ですし、クッキーたちも結構育っておりましたので、うん、そう、このような感じのよくある構成にもちょシュークリームを入れて勝てないことはないと。ただ今僕がいるこのアリーナのあたり、このあたりがちょっとね特別強い方多いかなっていう感じなので、ちょっとあんまシュークリームの良さが見せれてはないと思うのですが、ちょっと一回アリーナ戻ってやってみましょうか。シュークリームは育てた方がいいのかどうかっていう話なんですけども、まあでもそこまでかなっていう感じかな。シュークリームを今育てるのであればやっぱエクレアとかコットンとかを優先的に育てた方が、うん、いろんなところでアリーナとかでも探検とかでも、うん、そっちを育てた方がいいかなと。やっぱちょっと厳しいね、アリーナだと同じような構成とかでも、まあ、圧倒的に勝てる気はしない。こんな負けまくってるからそもそもお前が弱いだけなんじゃないかっていう方もいるとは思うんですけども、まあ、一応僕ここまでねなんだかんだ上がってきましてっていう感じで、他の構成を使えば勝てる試合も結構ありますので、うん、まあ、僕がってよりかはトッピングと、うん、あのシュークリーム自体は、まあ、そこまでね、そこまで大きなポテンシャルはないかなというところでございます。さあ、これ僕の今使っている召喚獣構成でございます。一応エクレアのダメージ増大のバフ対策としてハーブ入れてますね。でなんでハーブ入れたかって言ったら、僕が実際に戦ってハーブが入っている敵と戦うとめちゃくちゃ苦戦するので、実際僕もちょっとハーブを今入れてみたっていう感じでございますね。トッピングの調整はハーブしておりません、ね、適当でございますですが、うん、悪くないと思う。ハーブじゃパフェ抜いてハーブ、回復量的にはもちろん回復型のハーブなのでそれなりに強いので、うん、継続回復の一応草もあるしね。で、まあ、その構成の話はいいや。でとりあえず今この僕のいるランク帯でも構成次第ではね、全然勝て、今50何とかの方ですよね、全然勝てるということなんですよ。だけどこちらを使って全く勝利の兆しが見えないというところは、シュークリーマジクッキーの点数は、うん、まあ、10点満点中、まあ、3点か4点かなっていうところでございます。はい、というわけで今回はね、強化されたシュークリーマジクッキーを実際にアリーナで使ってみたっていう動画でございましたが、いかがでしたかね。もしよければこのシュークリーマジクッキー、まあ、育てたりとか構成の参考にしていただければ、戦闘のちょっとね、まあ、あんま参考にはならなかったと思うんですけども、まあ、こういったね例で戦ってこのように負けるみたいな、まあ、そんな感じのも参考にしていただきまして、自分ならこうするとかそういった改善をしていただいて、ぜひね一度使ってみて体験してほしいなっていうところでございます。ただ一つね、このシュークリームマジクッキー入れた構成で僕がめちゃくちゃ負ける構成、まあ、ってか、うん、そのセイロンナイトのやつね、さっきも言ったかもしれないけど、セイロンナイトを前に入れて戦うやつで、最後にセイロンナイトでボコボコにされるっていう構成によくねシュークリームが入りがちなんですよ。もしかしたらその構成であればシュークリームをめちゃくちゃ活かすことができるのかもしれませんが、そこはまた別でね、トッピングがね、セイロンナイトにつけたいトッピングがもう全然ない、ダメージ減少がねもうね 40% 以上もとてもとても詰めるような状態ではないので、またそういった準備が整ったらセイロンナイトとシュークリームのあのペアとかを使ってね、また動画撮っていけたらいいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、というわけで今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。